イートアンドンテムーアは、アメリカ合衆国、インディアナ州イーストシカゴ出身のプロバスケットボール選手。NBA のオーランドマジックに所属している。インディアナ州の高校時代の2007年に、同州のミスターバスケットボールに選出されたモアは、大学進学の際に、地元のインディアナ大学をはじめ、イリノイ大学、アイオア大学、マイアミ大学、テネシー大学、 バージニア工科大学といった有力校からのリクルートを受ける中、ムーアはパドュー大学に進学。同大学の主力選手として4年間在学した後、2011年の NBA ドラフトでボストンセルティックスから55位で指名された。モーアが NBA 入りした2011から12シーズンは NBA ロックアウトが観光されていたこともあり、ムーアはイタリアでプロデビューし、 ロックアウト終了後に NBA デビュー。しかし、ルーキーシーズンは、レイアレン、エイブリー・ブラッドリー、レイ・ジョン・ロンドといった協力ガード陣から出場時間を奪うことができず、38試合の出場に止まり、シーズン終了後に、コートニー・リーのサイントレードによる、ポートランドトレール・ブレイザーズ、ヒューストン・ロケッツを交えた三角トレードで、 大学時代のチームメイトのジャジュアン・ジョンソンと共にロケッツに放出され、ジョンソンと共に解雇された。2012年9月6日、オーランド・マジックと2年契約を結んだ。2014年9月18日、シカゴ・ブルズと2年契約を締結。2015年3月5日のオクラホマシティ・サンダー戦では、デリック・ローズ、ジミー・バトラー、タージ・ギブソンといった、 主力選手が欠場する中、モーアは自己最多の19得点を記録するなど奮闘し、第4クォーター残り2.1秒の場面から決勝の3ポイントシュートを決めた。2016年2月3日のサクラメントキングス戦は自己最高の24得点を記録した。2016年7月1日、ニューオーリンズペリカンズと契約した。2018年4月4日に行われた。 メンフィスグリズリーズ戦で30得点を記録。試合はペリカンズが123から95で勝利した。ありがとうございます。